明日から3連休だからといって雨を外しすぎないように。そうか、3連休か。あんたはどうせ3連休やることなくて暇なんでしょ。3連休何をしよう。いや、休みの日に誘う相手がいないなんて寂しい男だわね。どっか出かけようかな。おーい、でもどこに出かけよう。ちょっとちょっと、聞こえる？やっぱり家でゆっくりしようかな。無視しないでくれる？うるさいな。あんたが無視するから。そこうるさいと。すみません。俺の名前は押野はじめ、高校2年生だ。そして俺を睨みつけているのはクラスメートの柳一花。ちなみにそういう柳は3連休に予定が。あんたにも関係ないでしょ。内容だ。このお隣さんはなぜか知らないが、ずっとこんな感じで俺に突っけんどんな態度をとっている。同じクラスのお隣さんになってからずっとだ。はて、俺は彼女に何かしてしまったのだろうか。思い当たることといえば、進級する前の春休み、たまたま木から降りられなくなった彼女と遭遇した際、彼女をスカートの中を下から覗き見てしまったことだろうか。とはいえ、その後降りる手助けをしてとても感謝をされたしな。ちなみにどうして木に登ったのか聞いたら、降りられなくなった猫がいて、でもその子は一人で降りちゃって。くそ、カチーン。絶対これだなと俺は思った。ああ、休みの日に一人なんてさぞ寂しいことでしょうね。煽られている。でも別に気にしない。確かに3連休あまりやることはない。しかし夜になれば話は別だ。毎日夜20時から俺の推しである VTuber の配信があるからだ。何を隠そう、俺は生粋の V ゴタ。推しに貢ぐためにバイトをし、全額推しのために使うほど推しを盲信している。推しの配信があるというだけで特にやることもない3連休が輝いて見えるというもの。だから俺は柳にドヤ顔を返しておいた。そうしたら柳が悔しそうな顔をしていたのだが、なぜだろう。そんなこんなで夜。ごめん、今日は予定があるから配信はお休みだよ。今日推しの配信が休みなんて、俺はどうやって生きればいいんだ。仕方ない、久しぶりに誰か適当な配信でも見てみるか。おや、今日皆さんに集まっていただいたのは他でもないわ。マスクで顔は隠しているが、どことなく面影がある。それにこの声は間違いない。この配信者柳だよな。しかもチャンネル名がいちかチャンネルだし、本名じゃん。そう、いつもの恋愛相談よ。で、恋愛相談？え、配信で？来たー！待ってました！今来た産業。配信の旅やっているみたいで、人気コンテンツになっているっぽい。いや、何してるんだこいつは。というか、同時接続数多いな。よく見たら、チャンネル登録者数も30万人超えてるし、何がそんなにリスナーを引きつけるのだろうか。はあ、やれやれ。あんたと隣の席になってくれる女の子とか、あたしくらいだわね。やれやれ。俺にはいつもこんな感じでツッケンドンだから正直良さがわからないんだが、配信ではキャラが違うのだろうか。今日も隣の席の男の子、通称 H 君にアプローチを試みたわ。あ？休みの日に会う相手いないなんて寂しい男ってね。そうしたらデートに誘ってもらえると思ったのよ。え？でも誘ってもらえなかったのよ。くそ、マリ！タケ！なんで私を誘ってくれないのよ！寂しい！そらそうだろう。どう考えてもお前が悪くてクソ！めっちゃ叩かれてるやん。というか、隣の席の H 君って、
もしかして俺のことじゃないよな。まんま同じセリフを聞いた気がするんだが。いやいや、まさか、そんなはずは。はじめ、じゃなかった。そのエイチ君って私のことどう思ってるんだろう。言っちゃってる、名前言っちゃってる。はじめって言ってて草。名前言っててくせ。はじめは草。誰が草やねん。あと草生やしすぎだろ、ここのリスナー。私、根っからのコミュ障インドアゲーマーだからさ、人との接し方が分からなくてさ、持ってる知識のほとんどはもっぱらゲームとか漫画から得た知識ばかりだから、男の子がどういう女の子が好きとか分からなくて、とりあえずツンデレヒロインは男の子が好きそうだから真似してみたんだけど、ダメかな。アホでクソ。ダメに決まってるだろ。リアルでツンデレはきつい。そうなの？リアルでツンデレってきついの？あれ、ツンデレのつもりなんだ。にしてはデレなんて一瞬も見たことないけれど。というか、本当に俺のことが好きなのか。どうしよう、これを知った俺はどうすればいいのだろうか。え、もしかして告白とかされちゃったり。そうしたら俺はなんて答えれば。お付き合いとかするのか。はあ、違う、そうじゃない。俺には推しがいるじゃないか。一生彼女に捧げると誓っただろう。それなのに浮気なんて許されない。そうだ、仮に柳が俺を好きだったとしても、俺は何ら変わることはない。俺の一番は推しであり、生涯推しを推していく。それこそお仕事なのだから。じゃあまあ、今日の恋愛相談は終わりにしてゲームしようかな。今日のゲームはこちら、リア充たちを撃って爆発させる FPS よ。え、ちょっと面白そうなゲームをやっているじゃないか。まあ今日はちょうど推しの配信がお休みだし、暇つぶしに見てやろうじゃないか。どれどれ。はい、ドッカーン、あそこのリアチーム爆発。うめえ、神プレイで草。なんでそれに反応できない。チートやめて。チートを疑われるレベルの超絶プレイング。少し調べてみたが、どうやら柳の腕前はプロゲーマーに匹敵するのだとか。実際プロばかりが集まる大会で優勝した実績も持っているらしい。なるほど、それでこんなに人が集まっているのか。それだけじゃ推しには遠く及ばないぜ。俺の推しはゲームはそんなに上手くないけど、かわいいし、あとかわいいし、遠くだって。そういえばみんな知ってる？猫の怨念っていう話があってね。オチが猫が怨念っていうダジャレなんだけど。え、バカな、面白い。トーク力もあるのか。おもんな。逆に面白いまである。今日寒くね。今のが面白くないだと。こいつらはセンスがないなと俺は思った。そんなこんなで気づけば柳の配信は終わり。面白かったな。はあ、いやいや、いつの間にかチャンネル登録して高評価して通知もオンにしてしまっていた。そんなバナナ。俺には心に決めた推しがいるというのに、柳に惹かれているとでも言うのか。ダメだダメだ、心を強く持つんだ。見ろ、こんな情けない俺を見て推しが悲しんでいるじゃないか。俺は負けない。でもチャンネル登録は解除できませんでした。翌日、推しと柳の配信時間が被ってるじゃねえか。どうしよう、普通に考えれば推しの配信を見ればいいのだが、柳の配信も気になるじゃんかよ。どうする、どうすれば。二窓すればいいじゃないか。何のためにタブという機能があると思っているのだ。そう、すべては二窓するために用意されていたのだ。というわけで、今日はとても重大な決断をしたことを皆さんに伝えたいと思います。な、
だと？一体なんだ？私、連休が明けたら勇気を出して H 君に告白することにしたわ。え、告白？俺に？ついに来たか。勝ったな。風呂入ってくる。頑張れよ。告白。その後、もはや配信の内容なんてみじんも覚えていなかった。ただ告白されるということが頭の中をぐるぐる駆け巡り、気づいたら連休が明けてしまった。どうしよう、どんな顔で柳と顔を合わせればいいのか。おはよう。何？いや、おはよう。ほんとどうなるんだこれから。それからというもの、さわさわ、あわあわ。おい、そこ授業中に何そわそわあわあわしているんだ。すみません。すみません。もういつ告白をされるのか気が気じゃなくて授業どころではない。そして休み時間。あのさ。なんだ。なんでもない。なんだよそれ。そんなこんなでやきもきしながら今か今かと待っていたら、放課後になっていた。今日告白するんじゃなかったのか。一体どういうことなのだろうか。もしかしてあの配信者は柳に似ているだけのそっくりさん？それとも、おや、あれは柳が告白しているのだろうか。そうか、俺じゃなかったのか。それならそれでよかったじゃないか。俺には心に決めた人がいるわけで、柳の気持ちに応えるわけには。しかしなぜだろう、すごく俺は落ち込んでいる。もしかして俺は柳のことが。いや、そんなはずは。同じクラスのお隣の席ってだけでそこまで仲がいいわけでもないし、一緒に遊んだことだってない。俺は柳のことを何も知らない。インド派のコミュ障ゲーマーで、チャンネル登録者数30万人超えのゲーム配信者。腕前はプロ級であり、男はみんなツンデレが好きだと勘違いしている。意外と知ってた。なんだ、柳のこと気になるには十分じゃないか。もちろんまだ恋愛感情を抱いているとは言い難いが、少なくとも柳のことが気になっているのは事実だ。じゃなかったらこんな気持ちにはならないだろう。とはいえ、どうやら柳が好きなのは俺ではないようだが。星野。え、柳、あれ、さっきまで窓の下で男子生徒と一緒にいたのに、いつの間に。見てたの？まあ悪い、盗み見るつもりはなくて告白してたんだよな。え？私はしてないわよ。向こうから急に呼び出されて行ってみたら告白されたの。そうなのか。そう。で、私には他に好きな人がいるからって断ったの。そうか、そうだったのか。それで、私が好きなのは、その…柳が好きな人って、俺のこと？違った？なんで、気づいてたの？いや、つい最近までは全然。ただ、たまたま柳がいちかチャンネルって名前でゲームの配信してるの知ってさ。そこで恋愛相談してるだろ。それでもしかしたらって。な、ごめん、一方的に知っているのはずるかなって思って。じゃあ全部知って。知ったのは本当に最近だから、何もかも知ってるわけじゃないけど。それでさ、その、俺は柳のこと。うわー！え、柳？恥ずかしい！言っちゃったよ。その日の夜。今日皆さんに集まってもらったのは、
他でもありません。実は好きな人に私が配信しているのがバレてた上に私の配信見てるって、もう超恥ずかしくて逃げてきちゃった。どうしよう。クソ、なんで逃げる。それならこの配信も見てるんじゃね。おーい、ゆうちくん見てる。あ、そうじゃん、この配信見てるかもじゃん。ごめんだけど今日の配信はここまで。それじゃまた。やれやれ、俺の推しはとても推しがいがあるな。おまけ、柳、俺も配信やってみようかなって思うんだけどどうだろう。え、どうって言われてもやってみたら。でもどうせやるなら柳くらいになりたい。どうすればいいと思う。わかんない、私気づいたら人が増えてただけだから。そうなのか、なんで柳は人が増えたと思う。ゲームの腕前。いや、それだけじゃ30万もいかないと思う。じゃあやっぱりわからない。俺的にはトーク力だと思うんだが。え、私トークは下手なんだけど。あと思い当たるのはやはり JK であることなんじゃないだろうか。あー、それはあるかも。男子高校生は需要あるんだろうか。わからない。ならここは女装するか。え、女装した上で加工して美少女配信者として名を馳せる。声でバレるんじゃ。声でバレた。女装がダメなら動物になるのはどうだろうか。動物？猫はもういるからネズミになってラブコメをチューチュー言いながら巻くの。食われるわよ。